はい、皆さんこんにちは、こんばんは。最近ですね、アリエクスプレスでなんか100均コーナーみたいなのがねできましてですね、ここのロゴをですね、アリエクスプレスのロゴを押してやるとですね、ここにこういろいろと100円ショップとかですね、この注目のセレクトとか残りわずか 50% オフとかね、こういうのが出てきましてね、この100均ショップというのをですねクリックしてやると、これクリックしてやるとですね、はい、こんな感じでですね、この300円とか200円とかですね、このヘリコプターもどきのやつ、まあ上下天井に近づいたらストップして、また手をかざしてやるとそこでコードがねストップして安定するという、こんなんとか、これ400円とかですね、こういう感じでいっぱいいっぱいですね、このアイテムがですね、いっぱいこう2、300円のものからですね、高いもので900円ぐらい、まあいっぱい出てくるんですけどね、このコーナーでですね、まあどんなのかなと思いましてね、人柱的な感じでまた5点ほどね購入してみました。一応ですね、この Wi-Fi のミニワイヤレスセキュリティカメラ、これがですね400円で、チェストバックファッション、のなんかお腹に抱えるみたいなバッグでしょうかね、100均でありそうなんですけど、一応100均ではなかったんで買ってみました、300円。あとこれ、まあドリルの先みたいなとか、液晶書き込みのタブレットボードとかね、あとはですね血中酸素濃度計みたいなやつですね、これ400円で一応購入したんですけど、また商品はね今日購入したところなんで来てないんですけど、また来てから詳細をね説明したいと思いますけど、こんな感じで Wi-Fi のカメラ、チェストバッグとかね、こういう感じでなるバッグですね。あとこれ穴を大きくするやつですね。タブレット。これはですね、なんかこう、カラーになってましてね、上から下にこう、色が変わってくるみたいな感じで。一応ですね、大きいやつの、このタイプのやつがですね、単色だったんですけど、消えなくなりましてね、まあ、ちょっと安いかなと思ってこれ300円で出てたんで買ってみました。あとはですね、これオキシメーター、血中酸素濃度計でしょうかね、これがまあ病院でよく使っているやつに形がですね似てたんで、まあ、200円という破格な値段だったんでちょっと買ってみましたね。また商品届いたらまたプレビューねいたしますので、本日はねこういうコーナーがありましたということでご報告まででございます。